なんかね、人生でね、メロンパン感じたもう一回あって、スバル、アベンジャーズめっちゃ好きなんで、で、特に、ホークアイが好きなんで、で、その、ホークアイの俳優さんが日本に来るっていう出来事があったんよ。その、コミコンっていう紙イベントで、ホークアイが日本に来るぞってなったの。で、何ってなったので、めちゃめちゃお金なかったけど、こんなん逃したら、一回し、もう人生で、ホークアイに会えないかもしれないって思った。でもスバルはホークアイガチで、もうめちゃめちゃ好きだから行ったのね。めっちゃバイトして。で、ホークアイのその、握手してサインしてもらえるみたいなセット券があって、買ったの。で、握手した時に思った。なんか、ホークアイの手のひらメロンパン見てって思ってすげえ、ホークアイの手のひらなんか出来たてのメロンパン見てえなと思った。めっちゃ覚えてる小学校の一番優しい記憶、小学校の頃、なんか幼少期の一番優しいそのメロンパンを食べた時の記憶が蘇ってきてすごいメロンパンだと思ってセンキューって言って帰ってきた、思い出したわ。そう、なんかつながった、フラッシュバックした。それぐらいにスバルの嬉しいこと、嬉しきこととメロンパンはつながってるってことよ。すいません、どういうことでしょうか。はどういうことでしょうかじゃない、あれだよ、コミコンに行ったのは本当に最近だよ。コミコンに行ったのは最近で、メロンパンは小学校ってことね。ありがとうメロンパン、日本に来てくれてやめろ、ホークアイのことをメロンパンっていうのやめろ。まあっていうね、なんかすごいね、嬉しかった。どうしよう、今日この後さ、イベントで話すときにさ、僕メロンパンの化身なんですけどって言う